皆さんこんにちは、マイノリです。この壮大な音楽とともに今回はとか言ってね、全然関係ないんだけど今日ですね、初心者向けの動画になります。でね、ミュートをですね、まあよく使ってる方見るんですけど、すっごいもったいない置き方してるなっていう人がもう多くてですね、はい、まあ、僕の例えば視聴者さんをね、参加型で一緒にやったりすると、まあちょっと気になったりする置き方とかあったりしたので、まあその辺をねちょっと説明して、まあいい置き方というかを説明していきたいなと。すごいねこの音楽壮大で、はい、説明していきたいと思います。まあ知ってる人はいっぱいいると思うので、知ってる人はすいません、今日は知ってない方のための動画です。ということで、まあ皆さん知ってると思いますけど、ミュートはこの範囲ですね、赤いミューとなってる範囲、はい、全部まあ妨害すると。でまあこういう場所ですね、これちょっと高い場所とかに置いちゃうと、このミュートねすごい優秀で、上にですね、上にもその信号っていうかあれが行って、妨害するやつが、こういうちょっと高いところに置くと、今こう上の階があるんですけど、ドローンをねこの辺とか流そうとすると、敵が下にあるはずのミュートなんだけど、ここで引っかかりますもん、うん、ということで、ね、ミュートは上にも効果があります。はい、ただ上すぎると効果ないので、まあ、もしやるとしたらね、ああいう感じでちょっと高いところ、まあ、乗り越えて上登ってね置けるようなとことかに、こういうとことかに置いたりすると上まで、効果がいきます。で、それじゃなくてね、今回一番お話したいのが、ミュートの置く場所。例えばじゃあこの、読書室、ここにドローン入ってきてほしくないと、そういう時にもう基本的な置き方というか、まあそうなんかな、ここにポッと置いちゃうと、それかここから入ってきてほしくないからといって、こういうとこにこう置いちゃうと、はい、これすっごいもったいないです、はい、もうすっごいもったいないまあ分かる人はみんな分かるんだけど、敵からしたらね、ここまで来てこうブッと打って壊せばいいだけなので、うん、そんなに邪魔じゃないこのミュート、うん、こういうのもね、ここからラペって打っちゃえば壊せるので、そんなに、うん、嫌じゃない。でどういうのが嫌かっていうと、まあもう単純に例えばですけどね、うん、こういうとこにもこういうちょっと壁際っていうか横のね、こういうところ置いちゃうと、はい、でこう見ると分かると思うんだけど、あそこまで効果範囲はあそこまでもう届いてるので、こういうとこに置いちゃえばもうここからねドローンは取れません。で敵からしたらね、あそこから敵見られてるかもしれないのに、こうやって見に行ってね、ここを壊しに行くのめちゃくちゃ怖いんですよこれ、うん、ただここにあるのとここにあるのとは全然違いますよね、うん、なのでまあ簡単にねできちゃう、まあ壊されにくい場所に置くとしたら、まあここですね。でもしくは読書まで来てほしくないなら、もうこういうとこにね置いちゃうと、こういう感じで、うん、そうすればここでラペってね壊すこともできないので、基本ここはもうドローン通れません、うん、そういう感じで、まあこういう真正面に置いちゃうのは基本やめましょう。こういう道路の真ん中とかね、例えばここの道路を通したくないと、ここね通路っていう場合は、意外とねこういう場所に置いちゃうと、このシグナルディスラプターね、この辺まで範囲が出ますので、ドローンここ通れません。あれどこで引っかかってんだってなっちゃうので、うん、こういう置き方がすごい有効的です。あとねこういうドローン穴に置きたい人いますよね。そういう時にこうもうダイレクトに置いちゃうと、もう反対側から撃たれちゃうので、そういう場合もこういう横に置いちゃうと、どうかな、そうすると壊されません。うん、そういう感じでね、ちょっとした工夫ですごい厄介なミュートシグナルディスラプターになるので、まあ、ちょっと工夫して皆さんいろいろね自分の好きなように置いてみてほしいなと思います。うん、この後ねちょっとなんか適当に動画載せとくので、これから先はね皆さんちゃんと壊されないように置いてくれると、僕も動画作った甲斐がありますので、
お願いします。ということでこの後の動画をお楽しみください。最近人気のないエラーでも使えますか。光線に備えろ。ブリブリブリッツ。ブリッツが来そうじゃない。うわー当たんか。めっちゃロングやんそれ。先にこっち。味方オペレーターは最後の一人だ。ディフューザー発見、破壊しろ。弾がない。あー、もともとなんだろう、あの人差し指で打ってた感じですよね多分。この場合あのもう昔からね、あの中指で打ってたんですよ。だからあの R1 に変える必要があんまりなかった。ハンドガンはもう諦めましたね普段あんまりハンドガン使わないしかな。これだけ開けてほしいな。ウトライフさんあれ落とし戸、あ、開けてくれた、ありがとうございます。ダメージ低くなって弾も少なくなって、うん、まあでも今がちょうどいいぐらいなのかもしれない。針とかあるとめんどくさい。持ってこい。敵のオペレーターは残り一人だ。
ドゥイン。敵部隊を制圧、こちらの勝利だ。スレッジ。なんか速攻で入ってきそうだな。もう一回投げるか。あー、それは助けれない。あー、そっか。爆弾が見つかった。絶対バルカンがあるよね。足打てばまあやれるとかいろいろあるんだよね。ん？何この穴何ですかこの穴。あー、上行こう。永田さんでいいのかな。バルキリーはまあ下か。ディフューザーを落とした。どっちがいいんだ。オペレーターはあと一人だ。ディフューザーを確保した。危ねえ。敵部隊を排除した。想像と違かった。右にいるイメージだったんだけど違ったなんかね、縦の倒し方は多分走る、めちゃくちゃ走ってくる縦ならもう思いっきりつま先にすねぐらいを。